転生したら悪役令嬢だったので引きニートになります。星2。警告の悪女というわがまま放題し放題の設定だった悪役令嬢に転生してしまった主人公が学園に行ったら婚約破棄からの追放エンド待ったなしだと理解したので、引きニートになるという設定。主人公の父が超絶有能な宰相なので国家は彼に対して頭が上がらず幼い頃に国家の陰謀で主人公は誘拐されたという設定なので主人公の父は溺愛する娘のことは何でも聞くという設定。国家もすねに傷があるので主人公の父親に逆らえないという感じ。この悪役令嬢に転生した主人公は元引きニートなので外に出るのを極端に怖がる設定だが自分が太ったと思ったらレディース用のスポーツブランドを作りたいと言ったり、シュークリームが食べたいと思ったらお抱えのシェフたちに丸投げするなどの部分が斬新。普通のナロー系なら石鹸を作ろうと思ったら主人公が石鹸の作り方から何まで全部知っていて自分で全部作るのぜ。この作品はそういった作り方の部分は丸投げするところがベネなのぜ。なので自分は不正しているだけの引きニートだという自覚があるが、現実には彼女が出したアイデアの種を製品化して商売に組み込んだら大ヒットしたという金の卵だという価値観の相違を楽しむ作品。